これだけ長く生きてきたのに味わったことのない初めての緊張感がありました。なんか NHK っていうこう CM のない世界で27年生きて、その後民放でニュース番組なんですけど、ニュースもやっていてもこう CM って見るもので、自分にとってはそこになんかいるっていうのは一番縁遠い感じがしていましたので、こう最初にお話をいただいた時はなんていうんですか、どぎまぎするっていうか、こそばゆいというか。有働さんと言いますと、はい、多くのテレビ番組にもご出演されてますし、はい、こうカメラの前慣れっこなんじゃないかななんて勝手に思ってたんですけれども、いやー、いつもはそちら側か原さん側かあちら側にいて、なんならなんか面白い出現をしないかと思って、見ている方ですので、こちら側がこんなに緊張するとはと、今改めてさらに緊張しています。CM の中で非常にね、はい、こうさらりと演技されているななんていう風な印象も受けました。いや、なんか私も演技が求められるのではないかと思って、いろんな方の演技論とかを撮影前に読んだんですけれども、全くそれはいらないって言われました。そのはい、有働さんがいつも聞くようにインタビューしてくださいということだったので、本当に自然に撮らせていただくことがみずほの社員の方々のおかげでできました。いや、これを機会にじゃあ演技に興味を持たれたりされるかもしれないです。かつて三谷幸喜さんの「記憶にございません」という映画に特殊メイクで私とわからない形で出演した時に、はい、それ以降何のお話もないので、多分装置方面は全く才能がないということなんだと思うので、自然体で生かしていただこうと思います。いや、もしかしたらこれからオファー来るかもしれない、はい、楽しみにしております。